玉ねぎ。玉ねぎの一種です。オブジェクト内の時空間が再帰的フラクタルを起こしているため、永久に向き続けることができます。職員は取り扱いの際に涙しており、再現のなさに恐怖し絶望しているためという仮説が提唱されています。